はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ、今回はですね、もうすぐ100万人ですねっていう、あ、そうなんですかっていう感じのテーマなんですけど、割とね、このダラダラジオはすごい自分語りが多くなる、ね、コンテンツだし、それを許されてる、みんなが許してくれてるからさなんだけど、でもね、自分の中では一応その自分語りの中でもみんなにとって有益な、なんか情報というか考え方みたいなのを共有できたらなと毎回一応考えてはいるんですね。ただ今週に関しては、すまんないないぞ何かっていうとさ、大体ダラダラジオって、日曜のね8時に投稿してますけど、撮るのが前日の土曜日に撮ることが多くて、で今も7月4日の夜の23時33分です。今パソコンのね表示が、そこから喋り始めてるわけなんですが、今日、土曜日ね、今日その99万人を超えたんですよ。で今ちょっと見てみようか、スマホでね、今99万1258人です。チャンネル登録者の皆さん本当にありがとうございます。だからあと8750人ぐらいで100万人に行くとこまで来ました。そうなんです、そうなんですよ、そこまで来てですねで実はその90万超えて後かな、91万92万で一応こう区切りができた、できて、そこで多分ツイートしてたんですよ、毎回カウントダウンみたいな感じで。で前回の98万に行った時は実はね、あんまりこう感情が高ぶらなくて、ああもうすぐ100万だねみたいな割と人ごとみたいな感じだったんです。で俺大丈夫かみたいな、なんかね、もう8年も経ってるからさ、こうそういう感動の部分がなんかちょっと欠落したかな俺感情からみたいなと思ってたんだけど、今日99番行った時にタイミングもあったのかな多分だけど、すごいね、8年間のこといろんなこと思い出しちゃってさ、そうでなんかわーってちょっとうるっときそうみたいな、え待って待って待って、それはちょっと100万人いた時に取っとけよって自分で突っ込みたくなるような感じだったのね。そうで、そのこともあったから、もちろん100万人いってからね、その8年間こうだったよみたいな思い出話みたいな動画を撮ろうと思ってる、結構リクエスト来てたから思ってるんですけど、少しだけちょっとなんか、触りじゃないけどね、なんか話してみようかな、せっかく感情高ぶってたから今ちょっとね割と落ち着かせたけど、よくわからんね、気分屋なのもだから気にしてるんだと思うんだけど、そうというか正直言うね、正直言うとね、実感がないんだわ自分の中で、もちろんこう数字を見てて、いや99万もね登録してくれたんだって思うし、こうなんだろう、数字もね昔と比べればさ、一本ポンって投稿した後に見てくださる方がね多くなってるから、そういった意味では増えてはいるとは思うんだけど、でもだからって別に一本投稿したら何十万再生回りますとかってないし、全然ね、街中歩いてても別に声かけられるわけでもないし、全然普通にね変わらないんですよ、日常が変わってないんです。だから多分そこもあるんだと思うし、なんか本当に変わってないんですよ、分かんない、みんなからしたら変わってるのかもしれない、あれだ、特にこうツイッターとかで結構リップを送ってくださる方からすると、キャスもそうかな、ツイキャスもそうかもしれない、昔の方がさリップもちゃんと返してたしね、でツイキャスもさコメントも拾ったりとか、生放送もそうだね、 YouTube ライブもそうだと思うんだけど、遠い存在になったってたまに言われたりするからさ、そういった方にはねちょっと残念な思いというか、寂しい思いというかさせてねしまってるかもしれないんだけど、実はね当の方にあんまり変化を感じてなくて、ああもう100万マジでみたいな誰俺みたいな感じなの本当に。そうでもやっぱり一個というか大きなね100万っていうのは目標でやってたし、何よりね、何よりそのツイッターとか、その YouTube のコミュニティで自分以上にみんなが喜んでくれてるのが、文章のね文章でだけだけど、表情を見てるわけではないけれど、それが伝わってくるのよ、なんかそこをちょっとうるっときたんだよね、きっと余計になんていうのかな、やばい、これあんまり話すとさダメだね、100万行った後の話のとこにかぶってしまう、だから今これ聞いちゃってるみんなはさあれって
これどっかで聞いたぞみたいなのを、まあ、1週間か2週間後に多分思うんだよきっとね。ごめんな、みんなごめんなんだけど。でもそのもともとさ中学の時にいじめにあったりとかそういうのがあって自分の生きる価値っていうのが分からなくなってたから、なので今でもねもちろん割とその面においては弱いというか、うん、自分が役に立つのかなって思ってしまう、疑ってしまう面が結構強いのね。うん、あのそう、スーさんはさ、数学、あと高校生では、今これ中学生の子ちょっとあれだけど、高校生で勉強するスーさんっていう単元が、単元というか科目があるんだけど、それをね、約、ごめんなさい、シャーペンが固んできちゃった。約1年ぶりに再開したんです。で、その再開した時の動画の概要欄にも書いたんですけど、なんでね、1年間も止めてしまったかっていうと、俺がやんなくてもいいんじゃないかなって思っちゃったの。俺のスーさんって役に立ってないよねって思ってしまって、普段はあのどの科目でもさ、やっぱり叩かれるというか批判されることはもちろんつきものだし全然気にしてなかったの。ただスーさんに関してはそのね、叱咤激励ってあるじゃん、叱咤、まあ、叱る方と激励、まあ、励ます方があった時に叱咤の比率があまりにも多くて、当時ちょっとね、でタイミングも悪かったんだよ、俺の結構忙しくてもうなんかバタバタしすぎちゃってちょっと気持ちが病んでたんだよね。そのタイミングにかぶっちゃって、ああ俺のスーさんって意味ねえんだって思っちゃったんだよね。そう、ごめんね、恥ずかしい話なんだけど。そうで、そっから何度かよしやるか続きって思ったんだけど、取ってで次が取れないみたいな、そうで、そんなのが続いちゃっててさそうなの、そうなの。だから結構その自分に、まあ、自信がないというか、あまり自己肯定感が高い方ではなくてね、もともとね、昔より良くなったよ、今は、うん、今は良くなってきたけど、そう、まあ、割と自分の中の地雷を踏んでしまうと、うん、ダメスイッチが入っちゃうというかね、そうでなってたんだけどさ、だそういうタイプなわけよ、人生においてもそういうタイプなわけ自分の生きる価値何かなとかってよく思っちゃってたんだけど、でもなんかみんながその喜んでくれてる姿というかのね、こう見てると、ああ自分が生きててよかったなってすごく思わせてもらうというか、中学の時に死にたい死にたいとか死のうとしてた自分を思い出してさ、あの時死ななくてよかったなって心から思わせてくれる、なそういうの思ってたらさ、やっぱうるっときちゃうじゃんそうで、多分ここまでの話はね、どうだろうな、その100万人いた後に喋るか分からんけど、まあ、ダラダラジオはね本当に何喋ってもいいっていう、そう決めてるコンテンツだからさ、喋っちゃったんだけどさ、うん、本当に感謝してもしきれないし、みんなにはね、うん、なんかコメント欄とかでさ、こうみんながお礼を言ってくれるわけ、あのテストが分かんなかったか分かるようになりましたとかさ、テストの伸びましたとかさ、いやね、役に立ってたら嬉しいけど、いやありがとうっていうのはこっちのセリフなんだよとかって思いながらさ、いつも見てるんだけど、まあそんなこと思ってるわけよこのぐらいにしとこうか喋れなくなるね、後でね。まあでも本当それがなんかすごい感じた日だったんよね。うん、でも昔かな、結構昔だと思うけど話したことがあって、今でもたまに夢で見るんよ。あ、何の夢かっていうと、登録者がね、夢の中よ、夢の中で起きてさ、パソコン開くじゃん、登録者0人になってんだよねっていう夢は今でもたまに見るし、こうもうちょっとで100万人ってなってるでしょ。なんかそんなことないんで、みんなのこと疑ってるような、なんか聞こえちゃったら申し訳ないんだけど、こうなんていうのかな、たくさんの人がなんかグルになって、こうチャンネル登録めっちゃ伸びてる風に見せかけてやろうぜ、100万いきそうになった瞬間に一気に外してやろうぜみたいなことをされてるんじゃねえかなとかね、どうよこの ひどいでしょ。でもこういう感じなの、本当に思考回路がもともとね、それも思っちゃったりするわけ。いやそんなことないよ、ないと思ってるけどさ、100万人行った瞬間にすごい減ったらどうしようとかさネガティブオーラ半端ねえな本当にね。でもやっぱ数字の世界だし、あとネットの世界だし、ね、顔が見える関係ではないっていうところもあってね、やっぱそういった不安は、まあ、つきまとってはいるんだけど、でもなんか心配性なのもあるからさ、人よりもそういうの変な心配をしてしまってたの、ずっとそう、これは8年間ずっとそうだし、まあ、私生活でもそうなんだけど、でもだから良かったなって思うところがあって、何かっていうと、だから不安だからさ、不安だから努力できたもん、すごく
すごく努力したと思ってる自分でも。この8年間はね、いろんなことがあったし、いいことばかりではないけれど、そういう不安を、まあ不安でね、スーさんみたいに足を止めちゃったこともあったけどさ、でも頑張ってこれたんじゃないかなと思う。なんかそれをね、みんなに伝えられたらいいなって思ってて、動画で。そう、あでさ、お前ちょっと最後に、お話またそれちゃうんだけど、今週あとね、なんて言ったら、あと勉強法のやつをあげたんよ。結構10、20分弱ぐらいある長めの動画を撮ったんだけど、結構自分ってね、そのなんだろう、勉強法とかさ、こうモチベーションを上げてほしいなっていうような動画をたまに撮るんだけど、あまりね、内容が実は濃いことを喋ってないんです。夏の勉強法も本当は事細かに話すことは一応できるはできるんだけど、やってたからね、そういうこと。でも結構なんつうんだろう、広い感じ、細かく設定が話さずに終わるようにしてる。で、何か、なんでかっていうと、詰まっちゃった。なんでかっていうと、考えてほしいの、みんなに。そう、もちろんさ、指示されてさ、決められたことやった方が楽なんだと思うんだけど、でもみんなの、まあ、生きる力っつったらちょっとおこがましいけど、みんなが自分の力で切り開かなきゃいけないから、いつかは。そうだから、自分がヒントとかきっかけとかは自分が与えれると思ってるから与えるんだけど、でもそこから自分の力で切り開いて前に進んでいってほしいなっていう思いがあって、割とそこのね、内容のバランスというかは気にしてるのね。でも YouTube としては、 YouTuber としては絶対にこういろんな詳しいことをがっつり話した方がいいとは思っているだってみんなその情報を聞きたくて再生してくれてるわけでしょ。そう、だからちょっとその辺はちょっと葛藤あるんだけど、でも多分そのスタイルは変わらないかなって。もうみんなが考えて、そうなんだ、へーで終わるんじゃなくて、考えて、じゃあどうしようかって、そういうのをなんかこれからも与えられる存在になったらいいなと思いながら、思ったよっていう話よ。なのでなんか動画見てさ、やっぱりモチベーションが上がるとか、やる気になりましたとか、この前コメントであったのがすげえ嬉しかったのが、こうこの人の動画ほど見て頑張ろうと思う人はいないって言ってくれた子がいて、まあ、そんな感じのね、書いてくれてる子がいて、めちゃ嬉しかったね、それは。多分それがね、自分のやりたいことなんだよ。そう、自分はね、やっぱさ、顔が見えないじゃん。そうで、顔が見える関係とか、その自分のさ、声のその子に合った、その目の前にいる人に合った声色というか、声のね、出し方とかもあるわけ。そう、今はこの子はこういうふうに思ってるから、こういう感じ、このスピードでこういう感じで伝えるといいよなとかってあるわけだけど、全くできないじゃん。そう、だからこそなんか熱とかさ、そういう部分だけを気をつけて伝えて、そう感じてほしいなと思ってたから、あ、すげえ嬉しいなという話はい、着地点見失いました、すいません今週はこの辺にしましょう。ちょっと長くなっちゃったね、またね。まあということで、途中でも話したかもしれませんけど、100万人ね、行く瞬間は YouTube ライブで生放送しようかなと思います。まあ昼まで達成しちゃったとかっていうのもあり得るんでね、まあ、そうなっちゃったらなっちゃったで、しゃあない。あと仕事でね、夜生放送できんかったら、それもしゃあない。俺っぽいわ、それはそれでね。まあでも、100万人行った後かもしれないけどね、どっかの生放送でみんなにね、せっかくなんでお礼も言いたいので、まあ、そんなこともします。久々にね、YouTube ライブやりますんで、よかったら遊びに来てください。また続きは100万人行ってから話す。ごめんね、グダグダしちゃいましたけど、ここまでご視聴いただきありがとうございました。では、来週はね、ちょっと来週もわかんない。100万人多分行ってると思うんだ。ギリかな、行ってると思うんで。100万人行った配置として何も変わってないですけど、何か話していきますので、よかったらね、また来週もお付き合いください。では、今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。